皆さんこんにちは。今回は平成の歌姫として平成を彩っていた元大人気歌手の安室奈美恵さんの噂についてお話していきたいと思います。まずは簡単に安室奈美恵さんについて紹介していきます。安室奈美恵さんは1990年代後半から2000年代にかけて日本の音楽シーンにおいて大きな影響を与えた歌手です。1977年9月20日に沖縄県で生まれ育ち、1992年にダンスパフォーマンスグループのスーパーモンキーズとしてデビューし、代表曲には Can You Celebrate、 Hero、 Chase the Chance、 Don't Wanna Cry など数多くのヒット曲を生み出しました。そして自身の40歳の誕生日である2017年9月20日公式サイトにアップしたメッセージにて芸能界を引退することを発表し、2018年9月16日をもって引退されました。安室奈美恵さんの活動は歌手活動だけではなく、ファッションやメイクアップなどの分野でも活躍し、多くの女性たちに影響を与えました。平成の顔のような存在である安室奈美恵さんは今どのように過ごされているのでしょうか。実は安室奈美恵さんの現在については目撃情報は SNS 上に多く載せられているものの、不明な部分が非常に多いです。その原因としては、現在彼女が住んでいると言われている京都のマンションにマスコミがインタビューに訪問しても専属弁護人に追い返されてしまうからだそうです。安室奈美恵さんの引退直後に、この専属弁護人より各報道局や週刊誌に取材自粛要請として、引退後は一般人となるため追いかけ回したりする取材行為は一切 NG、 もしそれを行えば訴えますと強い発言をされており、これが現在まで安室奈美恵さんの今の情報が少ない要因になっています。そんな安室奈美恵さんの目撃情報は京都の他に、故郷の沖縄や引退直後にたびたび目撃情報が寄せられていたロンドンあったり、息子の安室ハルトさんが留学していたアメリカのニューヨークであったりなど多数寄せられています。各地に家を購入し転々としている可能性もあります。安室奈美恵さんの歌手時代の年収がおよそ10億円、引退時にはおよそ70億円の年収があったと言われているため、各地に家を購入し転々としている可能性もあります。次に安室奈美恵さんの家族についてお話ししていきます。安室奈美恵さんは1997年の当時20歳の時に TRF のメンバーのサムさんと結婚されました。実はこの時妊娠3ヶ月だったそうです。結婚と同時の妊娠報告であったため、当時はできちゃった婚として世間をとても騒がせることとなりました。その後1998年は出産のために1年間芸能界活動を休止し、5月19日に長男の安室ハルトさんを出産します。そしてその年の12月には芸能界活動を再開し、紅白歌合戦に出場されました。さてこの安室奈美恵さんの息子の安室ハルトさんですが、現在何をされているのでしょうか。実はこのことについても安室奈美恵さんがひた隠しにしており、真相は分かっていないことが多いです。そのため噂されていることを紹介していきます。安室ハルトさんは小中高と千葉県にある行政国際学園に通っていました。この行政国際学園は偏差値が60にある進学校だそうです。高校卒業後の進路からは不明なことが多く、沖縄の明桜大学に進学したという説や、卒業した頃に安室奈美恵さんが購入されたマンション近くの同志社大学に進学したという説もあります。さらに元夫のサムさんの実家が実は100年以上続く埼玉の総合病院の経営陣ということもあり、安室ハルトさんも医者を目指しているのではないかといった説が目立っていました。仮に医学部に進学し留年せずに卒業していたとすると、2023年の3月に卒業になるので、今はどうなっているのかと
いった声が多く聞かれるようになったのかと思われます。しかしここで一つ引っかかる部分があります。そもそも安室奈美恵さんとサムさんはどうして離婚したのでしょうか。またお二人の離婚後一度親権はサムさんに渡りますが、後に安室奈美恵さんに移動しているのです。これはどういう理由なのか詳しくお話していきましょう。はじめにお二人の離婚の理由についてです。やはりこれもお二人からの説明はなく噂考察レベルでのお話となります。一つ目の噂は安室奈美恵さんが家庭に入らなかったからです。安室ハルトさんが生まれる前後の安室奈美恵さんですが、ブレイクしたてであり非常に忙しい日々を送っていたために、家庭に入るために活動を休止することは難しかったと言える状況だったそうです。それが原因となり、サムさん側の親族と安室奈美恵さんの間に気持ちの違いが生じてしまったことが原因なのではないかと噂されています。2つ目の理由は安室奈美恵さんがサムさんの家系に馴染めなかったからです。安室奈美恵さんは中学校在学時からスーパーモンキーズのメンバーとして歌手活動をしたり、ピーターパンのミュージカル公演をしていたため、中学卒業後は高校に進学することなく芸能人として引退まで活動されているため、最終学歴が中卒になっています。その学歴の面でサムさんの親族と折り合いがつかず、特にサムさんの母親との関係があまり良くなかったという噂があります。しかしこれについてはサムさんの母親は安室奈美恵さんのコンサートを見に来ていたという噂もあり、どちらが真実なのかははっきりとしていません。3つ目の理由はお互いが忙しくすれ違いが生まれたです。実はこれが一番有力とされています。お二人とも超がつくほどの人気アーティストですので、その忙しさは一般人とは比べ物にならないほどなのかと思われます。安室奈美恵さんは2000年には復帰後初の全国ライブツアーもあり、家族団らんの時間は極端に少なかったと予想されます。4つ目の理由は安室奈美恵さんの母親が殺されたことです。実は安室奈美恵さんの母親は1993年3月に義理の弟に殺害されています。そのショックで安室奈美恵さんは仕事を休みますが、なんと12日後にはテレビに復帰されています。この事件をきっかけに安室奈美恵さんは感情のコントロールがうまくできなくなってしまい、対人関係に支障をきたしてしまうほどであったそうです。そんな精神状態から来るストレスからサムさんに当たってしまい、お二人の関係が悪化してしまったのではないかとされています。お二人の離婚後ですが、なんと親権はサムさん側に渡ることになりました。これについてはサムさん側の親族が安室ハルトさんを医者にして継がせようとしていたことが分かっていると言われています。そしてその養育権は安室奈美恵さんが持つことになりました。お二人は離婚後も子育てに関しては協力して行っていたようで、同じマンションに別フロアで部屋を借りて交代しながら育児をしていたそうです。しかしサムさんは多忙になったために育児への参加が徐々に難しくなってしまいました。そんな中、サムさんの恋人との再婚話が出たことで、安室奈美恵さんは親権を獲得するために家庭裁判所に申し立てを行い、調停の結果2005年に安室ハルトさんの親権は安室奈美恵さんに移動することとなりました。最後に余談です。女手一つで安室ハルトさんを育てた安室奈美恵さんの自分に課していたマイルールについて紹介させていただきます。18時以降や土日は仕事を入れない、毎朝6時起床でお弁当作り、学校の送り迎えはできる限りする、仕事で長期留守にした場合には旅行に行く、平成の歌姫と呼ばれ非常にストイックな生活を送っていた安室奈美恵さんですが、シングルマザーとしても自身にストイックにされていたようですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。
それではまた。